お疲れちゃんです。ラットです。今回もですね、暮らしロイヤルやっていきたいと思うんですけど、今日はですね、美容3企画やっていきたいと思います。というわけで、今日ね、対戦する相手なんですけど、こちらのね、麦ったんさんでございます。もう皆さんね、知ってると思うんですけども、日本でね、一番上手い方です。これはね、もうきっぱり、もう言えるレベルですね。もう日本で一番上手い人誰ですかってよくありますけど、この方ですね。はい、麦ったんさん。で、もう世界でももう本当のトップの中のトップに上手い人で、もうね、素晴らしいですね。はい、このベストシーズンね、1位、もう世界1位、多分もう1回ぐらい取ってるかな、もしかしたら。はい、何回か取ってて、こう世界もう1桁しかないんですね、ここが。ね、これ羨ましいですね、こんなの。こんなのつけてみたいですね。はい、という、このね、今日、麦ったんさんとね、バトルね、やらせていただきます。ということで、もちろんね、やるからには勝ちたいなと思っております。というわけで、ね、やっぱ自信あるデッキ、得意なデッキじゃないと、さすがにね、勝てない。もちろんのこと勝てないと思うんで、僕のね、ちょっと一番得意レベルの、ちょっとね、魔術療法で、やりたいなと、挑みたいなと思います。よろしくお願いします。いやー、ちょっと勝ちたいですね、マジで。BO3 なんで、先にね、2本取った方が勝ちです。いやー、よろしく。若干緊張しますね。いや、なんかマルチでもたまに極まれぐらいでしか当たんないですね。この人上にいすぎて、僕がちょっと頑張ってる取るよりも上なんで、たまにぐらいしか当たんないですね。で、何が、うわぁ、わかんな。すっげえ。なんか個人的には迫撃とか、バルーンのイメージがありますけど、あ、いいザップだな。トリトン。あ、頑張れ。あー、キングキドウか。あー、これあれですね。多分最近のデッキじゃないかな。ディガーネクロトリトン。最近の、ん？なんだこれ。なんだこれ。ファイボネクロトリトン。まあ、ちょっとね、キングキドウされたのが痛いですけど、ダメージが入っているので。ファイボネクロのファイボ。あー。もしかしたらロイジャイかな？もしかしたらロイジャイ。あー、ジャイか。で、これ多分ロイフグ飛ばしても、どうだろう。何で抑えてくるかな。ザップからのスケからのトリトン。あーはー。いや、めっちゃ節約しますね。で、これ多分攻めトリトン来ると思うんで、ギャングから、おーおおやばい。あ、マジアチ読みのディガーですね。からの、ちょっと2周目ジェイがワンチャンこういうところで来ると困りますね。いやー、これスケが痛いかな。はい、ジャイネクロですね。ジャイネクロディガーですね。で、ファイブでしたね。これロイフ飛ばしてもな、まあ飛ばして、ザップでウッドナイト、ああ、で、これでザップか。くそ。いや、打たないと思ったから、ギャング追加したんですけど、これ2周目じゃ今あんのかな？今、5ザップでスケ咲いたんですよね。だからこそ。はい。よし。アイゴルミリペル守って、このね、ディガーのダメージをね、できるだけ減らしたいですね、こっちからしたら。よいしょ。ザップ来るかな？来ました。いや、ワンチャンいけるよ。全然いける。今しかも5咲いたんでね。これ多分2発で押さえて。痛い。5打ってからワンチャントリトン来ますね。イエス。よいしょ。で、ワンチャン5防衛。はい。一回防衛して、あと相手はディガーで削れるから、っていう感じですね。で、ディル。ギャングで後ろ出す。読みの前、ディガー読みの。やばい。痛い。うわぁ、ちょっと待って、これ負けたかも。いや、間に合わないかもしれない。気合でね。気合で間に合わせたいけど。あ、ネクロ殴れ。ワンチャン？あ、これファイボもあるかな。うわぁ、くそぁ、ちょっと待って。普通に負けたんだけど。うわぁ、くそ、ちょっと待って。普通に負ける。ちょっと待って、本当に。いやぁ、ジャイホリ。
ジャイホリかーって感じですね。ジャイネクロディガー。ちょっと待ってくださいよ。さすがにね。さすがにね。さすがにちょっとね、2連敗だけはね、阻止したいですね。まあ、スケラかなー。アンパイスケラ。ちょっとね。スケラでね。一回スケラで。ここちょっと勝ちたいですね。似た手だけはね、阻止したいですね。ジャイネクロディガー。これでしたね。ジャイネクロ。スケ。まあ、スケとかなんか上手い人ってスケをね、よくデッキに入れてるんですよね。上手い人の特徴。前、天狗って言ってたんですけど。なんか多分バルーンとか、迫撃とかもこの人使うんですけど、それにもよくスケが入ってるイメージがありますね。よし。うわ、ちょっと待って、本当に。さすがにね、似た手はね、辛い。よろしく。ふぅ。言ったら何でも使えますからね。どうやったらそんな上手くなるのっていうのを聞きたいですもん、マジで。どういうことを考えてんのって。よいしょ。オールブレイカーディガー。まあ、テンプレのメガナイトとかですかね。なんかこうなると。メガナイトオール、はぁ、あ、なんだよ、あれ。あ、出た。引き合いのやつだ。めっちゃ高回転のやつだ、これ。出た。これね、多分相手スペルがね、スペルがわかんないけど。わ、いや、マジ？鬼早いんだけど。鬼早いんだけど。これちょっとね、許容して。いや、でもあるんです。相手、うわ、最悪だ。うますぎんじゃん。って待って、焦るな。これ2発受けれますね。オッケー。で、コウモリで囲んでくるかな。からのディガーもありえますね、これ。うわですよね。で、トルネを、そう、咲かせるように。マジ？ちょっと待って。これやばい。これ、ウェブ。なるほどね。なるほどねって感じですね。ちょっと待ってくださいよ。これはね、やばいっすね。僕が下手なわけじゃないんですよ、これ、皆さん。ちょっと分かってもらいたいですね。今のはね、タルババ咲いても結局入るんで、いや、吹き矢がね、ちょっと厄介なんですね、吹き矢が。結構。でもこの辺に吹き矢が。いや、吹き矢が、溺れない。吹き矢が、ポイズンに溺れてくれない。オッケー。で、相手が多分スペルがない説があるんで、全然ね、あと1300をしっかり削りに行きたいですね、僕からしたら。いや、回転早すぎるな。早いし、うめえし、みたいな。これ一発強ですね。スケル打って、からのコウモリか。吹き矢か。いや、ワンチャンあるよ。あ、でもこれアイゴレか。いや、このベビー下手だな。え？何その、全然俺のダメージ入んないんだけど、そんなことある。ああ、ちょっと待って。うわ、もう一戦、ちょっと待って。これはね、俺の予定はこんなんじゃなかったんですよ。マジで。いやー、全然入んなかったな。くっそ、ちょっと待って。もう、やばー。ちょっと待って、これ何で勝てるかな。ちょっと待って、これはね、すいません、泣きの。もう一戦だけ、泣きの GG です。これはね、泣きのもう一戦お願いします。いやー、ちょっとね、勝ちたいですね、これは。一本だけでもね。いやー、すごいなー。これね、普通に見たらこれ、僕の方が絶対相性いいんですけどね。いやー、ちょっと上手いですね。くーさあ、何で挑むかって話なんですよ。もう、小屋とかね、置いてたらね、多分ね、いや、ワンチャンもいるかな。でも、ディガーで、高回転で削られるのが怖いですね。エリゴレもちょっと後取られそうなので。いや、待って。俺、ここにあるデッキで勝てるのかっていう、このね、疑問が。いや、行きますか。ちょっとね。ちょっとあるんでね。挑みたいと思います。お願いします。いや、やばいね。マジで。頑張ります。どういうことって。気づいたらめっちゃダメージ受けてるよね。
ディガー、でも1戦目2試合目とディガーを使ってきているのでディガー系が来そうですけど、チェーンクロス、マジ使ってるの見たことないな、ムギットンさん。いや全然違うやんけ、なんだこれ。ウッドメガゴ、おお、あ、ジャイだ、1戦目のジャイだ。これこれ結構やばいかも、このランバ防衛の青巨器。おお、アイゴレか。これちょっとね、上から処理したいですけども、いや上手い人がね多分エリゴレ使ったらダメなんですよ。いて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 、これでも一定説がある、このアドによってね。多分コウモリとかはないと思う。オッケー、メガゴだけか。で雪玉かなか、あ、ウッドでしたね。ウッドだったんで、これ2発押し込め、押し込む。 ここは SP、 あ、へい、これ一応ね気持ち程度守って、オッケー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 、いい、全然いい。これでカウンターでも1個ね、これ守れないんですよね多分。このエリフレだけでこれ落とされちゃうんですよね、まあ、でもみたいな。ここで課題作りつつ、オッケー、逆サイでメガゴ。だからコウモリが多分絶対きついわこれ相手。よいしょ、気合の一発。これはね一回無視ですね。無視してランババルンで、いやーこれで強ですね。相手はこれで多分一発強してもうエリゴリきますね。コウモリはねうまく棒に使っていきたいですね僕は。いていていて、ちょ待て待て待て、おお待て待て待て、焦るな、それお前、ちょ待て、俺の一本一本だけでも取りたい。怖いね、雪玉なかったですねこの人だって。気合のね、気合のね。あ、でも俺やばい、待って一発、あそう、あ終わった、くっそ、ちょっと待ってから最悪だ。あと66、どうにか削れる、たまたまないかな。うわぁ。くっそ。今横でコタに鼻で笑われた。くっそ。うわぁ、今、待って、最後は、ちょっとな、しゃしゃったかな。あれ、ランバーの、いや、ランバーの、あー、ネクラで結局丸れるからな。いやぁ、積んでたかな。くっそ。くっそ、マジかぁ。ありがとうございました。よし。いやー悔しいですね。最後ワンチャンありましてね、あれランバの後ろからワンチャンバルーン出して雪玉とコウモリで気合でタゲ取って一発押し込めたかもしれないですね、ギリギリね。普通に真ん中で行かずにね。はい、というわけでね、ちょっとあもうくそちょっとね勝てるまでやりたいですけど、まあまあまあ、そういったところでね今日は BO3 なんですけど、ボコボコにねちょっとやられたんですけども、まあね、ちょっとまたリップとか見てね、勉強させていただきたいですね。はい、というわけで、ムギタンさんも YouTube をやってます。はい、時々もう、てかグローバルなんかもうトップのなんかグローバル1位来ましたリプレイとかをね、めっちゃ出してるんで、もう見てね、うわ、すごっていうのが多分あるんで、そう見て、しっかりね、学べるところがね、もうありすぎると思うんでね、ぜひYouTube チャンネルとあと Twitter の方もね、貼っておくんで、ぜひフォローの方も、皆さんよろしくお願いします。というわけでね。ちょっと今回ボコボコでしたね。またね、リベンジしたいですね。はい、リベンジ動画いつかまた出したいなと思います。というわけで、本日はね、以上で終わりにしたいなと思います。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。